はい、じゃあそれでは今日の非積分の授業に入りたいと思います。でまず最初にと前回のですね授業の最後のところで、実は式をうまく導けなかった部分がありました。で前回宿題にさせてくださいと申し上げましたが、一応そこをやってきましたので、まずそこの説明から入りたいと思います。一応多分皆さん式の方は前回のノートに書かれていると思いますので、確認しながら見てください。でどこをやろうかといったかといいますと、その前回最後にテイラーの定理の応用としまして、今日ちょうど小テストに出しました二変数関数の二次近似の導出というのをやりましたけれども、そこで次のような式がありました。これはちょうど x と y、x と y がそれぞれ ab っていう点で、この fxy の二次近似を求めましょうという話だったんですけれども、その中で、θ はこれ、0から1の間の実数で、で、h や k を、その ab に非常に近い点にしたときに、こういうその式がなったやつと。でこの部分をですね、ほぼこの AB におけるこの F のその X による二次導関数の値で置き換えることができるという、近似できるという話だったんですが、これをどうやって導けるかというのがちょっと前回できなかったもので、それをちょっとこれから説明しておきたいと思います。で、やり方としては、この2つの項の差を取ります。これを考えるわけですね。で、F の x による二次導関数なんですけれども、AB からちょっと離れた点と、それから AB とのでの値の差を考えます。で、そうしますと、今仮定として持っているのはこの f の x による二回導関数っていうのが二次導関数っていうのは連続だったということですので。そうすると、直感的に言えば、この h と k をですね、こう0に近づけていけば、この関数の値っていうのは、これに近づくだろうと。近づくから、ここが0になるということが言えるというものを、というのを使います。そうしますと、すみません、この部分省略しますけれども、ここにはこの上のこの差ですね、この2つの関数の値の差がそのままこう入ってくる形になりまして、これをその h をと k
k を共に0に近づけていったときの極限値が0に等しくなると。ということで、で、実はこれが成り立つときに、このことをスモール O の1というふうに書きました。で、これはスモール O のその定義と使い方から得られている事実なんですけれども、教科書ですと、だいぶ前に遡って38ページですね、38ページの式 2.9 というのがあります。で、そこの前後を読んでいきますと、この O の1というのが出てきますので、詳しくは気になる人はまた後で、そこに戻って、読んでみてください、確認してみてください。で、この時に、一応この時に、KH が0、それから K が0に近づくと、こういう状況のもとで成り立つとしています。で、こういうオーダーに関する関係式が成り立つときには、例えばこの場合、両辺をH2 乗倍するというようなことも、操作にも対応しておりまして、ここで、両辺を、この式ですね、このオーダーがついた式の両辺を H2 乗倍しますと、左辺の方は単純に各項を 2H2 乗かけるという形になります。で、一方で右辺の方はどうなるかといいますと、このスモール O の中にですね、このかけた H2 乗が入ってくると。で、これもそのオーダー記号の使い方からの分かることでして、で、この事実は、やはりこの講義の教科書で、先ほど上げたところの近くなんですけれども、40ページにそういう式が載っています。40ページの1、2、3、4、5、6、7、8行目ぐらいにあるその O の5という関係式がありまして、それを使うとこういうことが成り立つと。で、あとはここですね、これをこの左辺の2番目の候補をこう右辺に移行することで、もともと求めようとしていた今日一番最初に書いた上の式が得られます。ここまでいいでしょうか。で、あと前回の授業の際には二次近似の際にこの F の2回二次導関数のほかに、あとは、X による二次導関数のほかに、あとは、X と Y による導関数ですね、それから、あと Y の二次導関数という、もう2つ、その導関数に関する関係式がありましたけれども、それらも、今のやり方と同じようにして、求めるべき式を示すことができますので、そちらは今日は時間の都合でここではやりませんけれども、各自確認してみてください。もし分からないところがありましたら、後で個別に質問に応じたいと思います。はい、ここまでよろしいでしょうか。
では今日はですね、そのまあテイラーの定理の次に来る話で、極地という話をしたいと思います。教科書ですと147ページの2行目ですね。で、大括弧で2という見出しがついておりますので、一応それに沿って書きます。で、ここでその、なんで極地をやるかといいますと、多分その多くの人はすでに察しがついているかと思いますけれども、この微積分でその極地を求めるというのは、多分微積分を使う人にとっては主要な問題の一つなわけですね。で、これはいろいろなその世の中にある問題をですね、に対してこの数学的なモデルを作って、で、それを解くということを我々大学の人間もやるわけですけれども、その中でその問題のですね、いろいろな特徴が現れたり、それから何か求めようとする点というのがしばしばその極地として現れるということがよくあります。例えば何でしょうね、皆さんの場合ですと多分関心があると思われるのは、そのいかに最小の努力で最大の得点を上げるかといったような、得点というのはテストの点数かもしれませんし、他にも何かあるかもしれませんけれども、そういったその言葉の中にですね、既に最小とか最大とかという言葉が現れているように、そのいろいろな問題の局面で何かの最小を求めたりとか、それから何かの最大を求めるというようなことはよくやられますね。ですので、その最小や最大というのは多分その現実で解くべきいろいろな問題において、かなり関心が高いものだというわけです。で、微積分においてもそれは例外ではないといいますか、その大体その連続した関数を使ってある何か量を評価するという場合には、その微積分がほぼよく登場しますので、その際にその最大最小を求めたりするというのがよく行われるわけです。で、極地となっておりますのは、その数学はもう少し厳密にいろいろな物事を議論しますので、その最大や最小という場合には、その今考えている世界の中でその最大といった場合には、それを超えるものが存在しないということをですね、保証する必要があるわけです。しかしながら、実際の問題を解く際には必ずしもその最大を保証する必要はなくてですね、で、この辺で大体他よりも高いところが大きいものがなければ、これでいいだろうと。で、この辺でっていうのが、そのある点のですね、近傍を見て、そこで一番大きいものを採用するというのが極地の考え方となっております。ですので、数学的に正直な立場からすると、極地を求めるという話を進めていくわけです。なお、いくつかその条件を満たして例えば関数ですとか、それから考えている集合が都合が良い場合には、その求めた極地が最大値になったり最小値になったりということも保証することもできます。じゃあまず最初に、その極地ですね、その定義、どのようにしてその定義したかっていうのを見ていきましょう。で、この極地の話は皆さん一変数の微積分でも一度やっているはずですので、それが例えば今の倍数二変数にそのまま大体アイデアとしては引き継がれるという形になります。ですので、一変数の話を覚えている人はそれを思い出しながら見ていってください。まず最初にその極大値ですとか極小値ですとか極地という言葉が出てきますので、その定義を確認しておきます。
で、まず、ユークリッド空間 R2 の中で、D という回集合を考えまして、それから、その F というのを、この D 上で定義された実数値を持つ関数とします。で、この時に、まず極大値の定義ですね。F が D の点まあ AB において極大値を取ると。の定義ですが、一応その数学でよく使う記号を使って書きますと、ある正の実数イプシロンが存在して、2の x の y っていうのは、この AB のからこう半径イプシロン以内、イプシロンを超えない近傍ですね。これにおいて、この範囲において、この fxy の値は、fab の、ab における f の値を上回ることはないと。という書き方をしたんですが、この書き方でちょっとピンとこないなって人どのぐらいいますか？ちょっとこない人どのぐらいいますか？大丈夫ですか？一応、この書き方を復習しておくと、この D という回集合があって、その中にこの AB という点を取って、でそこでその半径がイプシロンのこう円を作ったやつですね。でこの範囲で物事を考えますと。でそこで例えばこの F の XY っていう関数があったときに、ここがちょうど F の AB だったとしますと、実はこの FXY の曲線、今何も考えずに書いたんですけれども、たまたま極大にっぽく見えたのでちょっとほっとしましたが、この範囲ではこの範囲ですね、この範囲ではその AB における値が一番大きくて、その周りの値では必ずその少し低くなっていると。関数が低くなっていると。そういうことを意味しています。で、次にその極小値についても、その同じような意味で定義するわけですね。書きます。F が D の点 AB において、今度は極小値を取ると。で、その定義はどうなるかといいますと、先ほどの極大値の場合と同じように、あるイプシロン AB のイプシロン近傍が存在すると。で、ある正のイプシロンに対して、あるイプシロンが存在して、で、この AB ですね、点 AB のイプシロン近傍のすべての点に対して、この AB の周りの点ですね、このイプシロン近傍に、
中にある AB の周りの点のによるよけるその F の値っていうのが、この AB における F の値を下回ることはないと。だから少し、まあ、平らか少しこう大きくは、少しは大きくなるというのが、この極小値の定義です。ですので、まあ、図にしますと、先ほどの極大値の場合には、その AB における F の値が他の場所よりもちょっと盛り上がっていたものが、極小値は逆にこう盛り下がるとは言わないと思いますけれども、少しくぼんでいるというような形を想像してもらえばいいかと思います。で、最後に、その極大値と極小値を合わせて、まあ、極値と言いますというのがこの定義です。ここまでいいでしょうか。それで、まあ、我々まずその極値の定義を見ましたの で次にやることはその極値を実際に求めるという話なんですね。関数 fxy が与えられて、それからまあある領域 d が与えられたときに、まあ、その領域 d の中でまあ極値があれば求めるということをするわけですけれども、じゃあまずその極値を求める際にはその極値がどこにあるかっていうのをまあ探さなければなりません。極値を取るような x と y の値をそのまあ探す必要がありますけれども、まあ、まずそれに対してはそのまあ、一変数関数の場合ですと、その極値をの候補となる点としては、その F1 回微分が0になるような点を探していました。でこの二変数関数に対してもその同じような性質が成り立ちます。でそれがと教科書の147ページの真ん中のあたりにあります定理 4.13 ですね。極値を取る点の候補というのはこういう点であるということが述べられていますので、次にそのよう説明します。定理 4.13 はその極値を取る点の候補に関する性質です。で、この関数 fxy が D の点、D というのは先ほど極値を定義するために際に定めました D という集合なんですけれども、まあ、その D の点ですね、 AB で変微分可能とします。でかつこの AB 点 AB においてその極値を取ることとします。
で、ここまでが仮定で、で、ならばどうなるかっていうと、実は、この AB における、その、この F の、その、変動関数ですね、変微分ですね、2種類ありました。X で変微分した値と、それから Y で変微分した変動関数の値。どちらも0に等しくなるというのが、この定理の主張です。以上がこの定理 4.13 です。一応教科書の定理の書き方は若干書き方を変えてありますので注意してください。それでここの記述では、その fxy が点 AB で変微分可能であるならばという書き方をしています。で、事実としては、比較的単純で分かりやすいと思いますが、その一応注意していただきたいのは、そのこの矢印の向きですね、この矢印の向きです。と、一変数関数の時もそうでしたけれども、これは極値を取るならばそこでの変微分が0になるということを言っておりますけれども、逆については何も言っていません。ですので、変微分が0になるからといってそこで極値 F が極値を取るとは限らないという点に注意してください。逆は成り立つとは限らないという点に注意してください。ここまでいいでしょうか。で、そうしますと、一応この定理 4.13 を使いますと、その極値を取る点の候補として、その与えられた領域 D の中でこの dfdx とそれから dfdy と両方0になるような点を探してくれば、とりあえずそこは極値を取る点の候補になるということが分かるわけです。で、ただそれだけではそこで実際にその f が極値を取るかどうかっていうのは分かりません。そうなりますと、その極値を取る候補の点でもう少しその関数 fxy のその振る舞いをこう詳しく調べる必要が出てきます。もう少しきちっと言いますと、その極値を、例えば点 AB でですね、がその f が極値を取る点の候補になったときに、そこの点 AB が先ほど今日の述べましたその極値の定義を満たすかどうかということを調べる必要が出てきます。で、それを実際にどうやるかっていうのをどのようにして考えていくかというのをこれから今日はそれを中心に説明していきたいと思います。実際皆さんが使うこの授業だとですね、使うのは多分今日の話でうだ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 こうやって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 求めるっていうね、最後に公式がポンと出てきて、皆さんこれから先はその公式だけをこう使えば基本的に問題は解けるんですけれども、一応この授業ではじゃあそういう公式を得るためにどういう道筋をたどっていくかっていうのを、あまりその退屈にならない範囲にように気をつけながら説明をしたいと思います。ですので、退屈になならないように気をつけますけれども、大体多分皆さん退屈になる時の原因っていうのは僕もよく分かりますが、途中で僕が何を言ってるか分からなくなったりとかすると、きっと退屈度がこう急上昇するわけですね。で、指数関数的にこう上昇したりすると思いますので、そういうことがないように僕も努めますが、皆さんももし分からないところがあったら、ぜひ僕の話を止めてもいいですので、質問するとかしてください。で、じゃあ実際にその
その F が極値を取るのはいつかって話ですね。で、そのためにその使う道具としてはその F の、 その二次導関数の振る舞いを調べるということを使います。でそのなぜその、まあ、この F の二次導関数の振る舞いを調べることでその F が極値を持つかどうかっていうのが調べがつくかとか、まあ、その辺をですねこれから説明したいと思います。で、実はこの前の前回ですねそのテイラーの定理をやってその関数の二次近似をこう導いたっていうのは実はここで使う意図もあってやったことです。で、まあ、いきなりその二変数関数の場合をやってもいいんですけれども、一応ですね、皆さん、春学期に一変数関数の場合で、この話、同じことをやったはずなんですね。で、一応一変数関数ですと、割と見通しよく、その、この範囲の話をができるので、ちょっと一変数関数の場合のに、どのようにその極値を取るかどうか考えたかっていうのを、復習したいと思います。そうしますと1変数の場合の復習をします。でまあ1変数の場合を調べた上でこのじゃあ2変数関数だったら同じようにやろうとするけどどうするかっていう話をしたいで流れで話をしたいと思います。でまずここの復習においてはその y イコール fx という関数を考えまして、まあ2変数の世界に来てみるとこう1変数の関数をパッと見た時にちょっと懐かしく感じるのは僕だけかもしれませんけれども、でまあこれがですねの x イコール a において極値を取るとしましょう。ここまでいいでしょうか、問題設定としては。で、一応この fx っていうのは少なくとも2回微分可能な関数としましょう。で、この fx をですね、その x イコール a でにおいて、そのテイラー展開というのをします。これも1変数の時に習ったことになっておりますけれども、まあ忘れてしまっても今僕が書きますので、どういうふうにやるかというのを見ることができます。実際にこの fx をですね、x イコール a でテイラー展開しますと、まず最初に fa ですね、この a における f の値が出てきまして、次に、その1回微分ですね、f'x の a における値が出てきて、かける x-a という書き方をします。で、3項目に、ここでその F の2回微分に、
この A を代入した値が出てきまして、で、x-a の2乗という、こうなります。で、あと、まあ、点々点々点と行くわけですけれども、一応正確に書きますと、この部分っていうのは、スモール o の x-a の2乗で括弧して、x が a に近づくと。ですので、まあ、ここは、その、今、x は a にものすごく近い値としてますので、この x-a っていうのはかなり小さいと思っていいわけですね。でそうしますと、x-a の2乗っていうのもさらに小さくなって、で、本当はここはその x-a の3乗とか x-a の4乗とかっていう項がババッと現れるんですが、まあその辺は全部、この先頭の3項よりはずっと小さい値なので、まあ無視して考えるというのが、まあこの y のそのテイラー展開をしたときのその fx の振る舞いの見方です。で、一応その一変数関数の場合には、この F、もともとの F ですね。F の A における値と、それから1回微分の A における値と、それから2回微分の A における値の、この3種類を見て、その、まあ、この関数がですね、極大か極小、A で極大値を取るか極小値を取るかということを観察するわけです。で、それをどうやって、見極めてたかっていうのが今からの話なんですけれども、まず、復習としまして、その、一変数関数の場合、この y イコール fx が x イコール a において極値を取るならば、その時は、この、x プライムですね。だから、一回の、なんだ、一次導関数ですか。一次微分の a における値が0っていう性質がありました。ですので、このテイラー展開で見てみますと、ここが0になるわけですね。まずここが0になる。ここが0になるっていうことは、この項全体がまあ0になるわけです。で、そうしますと、じゃあ、この fx イコール a で、この fx が極大か極小かって見るためには、次のこの2回微分のこの項をですね、見ることになります。ここまでいいでしょうか。で、次のポイントなんですけれども、ここですね、ここの x-a の2乗っていうのが、この、そうか、ちょっと図を書きますと、例えば、どうなってるのかな。図でいいのか。あ、まあいいや。じゃあ、ここがその正か負かっていうのをこう知りたいんですけれども、x が a の近傍ですね、近いところで、この x-a の2乗というのは、正でしょうか、負でしょうか、0です。正でしょうか、負でしょうかっていうのを質問しましょう。x は a 以外の点で a にものすごく近い点とします。で、この時、x-a の2乗というのは、正か負かっていう質問なんですが、正になると思う人。はい。負になると思う人。はい。よくわからないっていう人。はい。わかりました。これは、実は、正解は、これ、正になります。で、なんでかって言いますと、これ、この関数だけ見てみますと、x-a の2乗っていう関数なんですよね。で、x-a の2乗っていうのは、どういう関数だったかっていうと、ここが x が a です。ですので、このちょうど x、y イコール x の2乗をこう a だけ移動させた関数です。ですので、x イコール a では0になって、でその前後では正になります。っていうのがポイントで、実はこれは、ということを考えますと、この x-a の2乗っていうのは、その a の近くですね。a と等しくないけど a の近くでは必ず0、正になるというわけですね。そうすると、あとは、ここの符号が正か負かっていうので、この fx が、
x イコール a で極長、極大か、極小かっていうことが、まあ、決まる可能性があるということですね。で、そうすると、この f ダブルプライム a ですね、この2回導関数の a における値の正負で、その、まあ、f の、まあ、極大とか極小とか、あるいはそれ以外というのは、まあ、決まるというのがポイントです。それで、じゃあ実際に、じゃあこの f、この2回微分の値ですね、2回微分の値が、正か、あるいは負かっていうので、その、極、まあ、あとはその大か小かですね、どっちかに1個ずつ入るわけなんですけれども、ちょっと、そこを確認してみましょう。まず、いきなりみんなに、皆さんに投票してもらってもいいですかね。さっき言ってたヒントは、その、この x マイナス a の2乗っていうのは必ず、f の近、a の近傍では正になりますってことを言ってました。で、あとは残りは、その、この f の2回微分の a における値が正か負かで、その f は x イコール a で極大か極小かっていうのは決まるんですけれども、じゃあまず f のこれ、ダブルプライム a が正の時ですね。f は x イコール a で極大でしょう、極大値を取るでしょうか、極小値を取るでしょうか。ちょっと、最近なんか Twitter に投票の機能が導入されたそうですので まあそんなことはいいんですけども、ちょっと投票してみたいと思います。ここで極大を取ると思う人。極小値を取ると思う人。よくわからない人。わかりました。正解はですね、極小値ですね。で、なんでかっていうのをちょっと考えてみましょう。ちょっとこの辺ごちゃごちゃ書いても一回消しますけれども、今、x が a で、あ、a の近傍では、そうか、x が、あ、そうかと。この部分は考えなくていいですね。この部分は考えなくてよくて、で、もし、この部分が今、正ですか。正だったとしたらば、その、x が、まあ、そうですね、なんか、ここに fa があったとすると。そうしますと、この展開を見てみますと、x が a から少し移動しますと。そうしますと、この部分が正で、この部分が正だったんですね。この部分が正でして、で、あと、この部分が正ですので、必ず、この x イコール a から正の方向においても負の方向においても、この fx の値が少し大きくなるって言ってるんですね、この展開から。ですので、この2次導関数の a における値が正の時には、極小であるということになります。
いいでしょうか。で逆にじゃあ、 二次導関数の値が負だったらどうなるかっていうと、まあさっきと話が逆なんで投票しませんけれども、もしこれが負だったらば、その x が a からこう少しずつ遠ざかってると、この部分が負でこの部分正ですから、そうするとこの積は必ず負になるわけですよね。そうするとこの a における f の値よりは必ず小さく、等しいか小さくなるということが分かります。で、これはその極大極小の定義は何だったかっていうと、これ極 f は x イコール k で極大っていうことでした。というわけで、大体こう、納得できたでしょうかね。まあ、ちょっともしまだ納得できないなっていう人がいましたら、あとちょっとするとちょっと休憩が入りますので、その間に少し相談を受け付けたいと思います。で、まあ、一応その一変数関数の場合のことを思い出すと、まあ、大体今15分ぐらいで復習しましたけれども、まあ、こういうことをこういう事実に基づいてその関数の極大や極小の存在をこう判断していたということになります。で、一応まあこういうことをまあ二変数でもやりましょうっていう話なんですけれども、まあ、二変数の関数になるともう少し複雑になりますが、これから見ていきたいと思います。で、今度は二変数の場合ですね。二変数の場合ですと、まあ、z イコール fxy という関数が当てられたときに、まあ、これが、まあ、点 AB点 AB において、まあ、極値を取るとしましょう。で、この時先ほどやりました性質としましては、その1変数と同じようにその1回の変微分の値が0になることを注意しておきます。で、そしたら今度はそのじゃあその極大を取るか極小を取るかっていうのは1変数の時と同じようにやはりその二次導関数のを見て判断することになるということで、やはり1変数関数の時と同じようにそのテイラー展開をします。それは実際にその前回の時間ですね、最後の方にあったその関数の二次近似になるわけですけれども、まず fxy っていうのが最初に
その F の A と B における値ですね。が出てきて、次に、その、F の X と Y におけるその一次変動関数が出てきます。X マイナスが、これでいいのか。で、一変数関数の時と比べますと、その変数が x、y と2個になっていますので、その分、こう展開に現れる項が増えます。まず、x と y の一次の項ですね。一次の項というのは、この二次とかそういうなってない項ですね。このぐらいあって、で次にその x と y の2次の項がこう出てくるんですけれども、でまず x の2乗の項ですね、 x マイナス a の2乗という項が出てきます。で次に、x マイナス a かける x マイナス b と、ああ、これごめんなさい、ごめんなさい。y マイナス b ですね、ごめんなさい。y マイナス b という項が出てきます。で、最後に、y マイナス b の2乗という項が出てきます。で、点々で出て、以後はその x マイナス a とそれから y マイナス b に関する3乗以上の項が出てきますので、まあ、そこから先はちょっと今は無視して考えると。ですので、ここまでの公式を見ていくわけですね。で、そうして見ていきますと、先ほどこの点 AB っていうのは、あの極値を取るということを仮定しましたので、極値を取るときには、その点 AB での、その、1回の、あ、1次の導関数の値はどちらも0になるということをやりました。ですので、今は、ここが0、それからここも0。ということで、この x マイナス a とか y マイナス b の一次の項っていうのは、この fxy がその極大か極小かっていうのには直接関わらないわけですね。この項はないです。今。そうすると、あとはこの二次の x マイナス a とか y マイナス b の二次のこの項ですね。具体的には、この3つの項の和が、その、x、これが、その ab の近くでですね、近傍で、まあ、正になるか負になるかで、その、この ab という点で、f がその極大値を持つか、それとも極小値を持つか、あるいはどちらでもないかということが決まるわけです。で、一変数関数の場合には、先ほどやりましたように、まあ、こんな感じの展開をしてましたから、その f のダブルプライムの a のが正か負かだけでこう話が決まったんですが、この場合はそんなに話は優しくないです。ですので、この部分の政府をどう見ていくかというのをこの続きの時間で話をしたいと思います。では、すみません、チャイムが鳴ったので、とりあえず休憩に入ります。